どうも、アラディチャンネルのアラディです。最近は簡単改造なマシンばかり作っていますが、コロナが長引き、なかなかレースへ参戦できないと、なぜかガチのマシンを作りたくなってきます。そこで今回から昨年作った MS フレキマシンの製作を振り返りながら、新たなガチマシンの構想を練っていきたいと思います。最近私はラジコンにハマっています。そのラジコンには当然ながらサスペンションがついていて、それを触っているうちにミニ四駆もサスにしたい、 MS フレキを作りたいと思い、今回初めて MS フレキを作ってみることにしました。しかし私のフレキのイメージは早いけど作るのが難しい。しかしいろいろ調べていると、最近はフレキを作るためのジグがあり、誰でも簡単に MS フレキを作れるらしい。そこでフレキ製作ジグで有名なトモゾーンスチールインダストリーさんのホリコムンダーと削りコムンダーを入手し、アルディチャンネル初のMS フレキ製作を開始しました。実はこの連載を始めるにあたり、ジグを使ってフレキを試作したところ、フレキ初挑戦の私でも本当に簡単に作ることができました。その経験を踏まえて、このカラーのシャーシで3レーン大会を目指した本気のマシンを作っていきたいと思います。まず使うのはこちらのジグ、トモゾーンスチールインダストリーさんのホリコムンダー SP、 ホリコムンダーセンター、そして削りコムンダーです。このジグを使ってフレキマシンのサスペンション部分を作っていきます。それでは作業スタート。まず MS シャーシの前後ユニットのこの穴をホリコムンダーセンターで拡張していきます。ホリコムンダーセンター、これはホリコムンダー SP の加工を補助するもので、軸ブレを防ぎ、より精度の高い加工ができるようになるアイテム。これがあると作業の安心感が飛躍的にアップするぞ。ホリコムンダーセンターを軸穴にセットし、ホリコムンダー SP がぴったりと収まる穴に拡張。残りの穴も同じように加工します。拡張した穴をホリコムンダー SP を使ってさらに広げていきます。ホリコムンダー SP、 MS シャーシの前後ユニットの穴を拡張するジグ。これによりフレキマシーンの肝であるサスペンションのバネをシャーシに装着することができるぞ。先ほどホリコムンダーセンターで穴を拡張しているので、ブレることなくホリコムンダー SP が収まります。ご覧の通り一瞬で作業が終了。スプリングがぴったりと収まる穴が完成しました。さらにこのホリコムンダー SP はストッパーがついているので、シャーシを掘り抜く心配がなく、安心して素早く作業を行うことができます。
そうこうしているうちに作業は終了。とてもきれいに軸穴の加工が終わりました。次はサスペンションのバネを装着する軸を加工していきます。使用するジグはこちら、削り込むんだ。 MS シャーシにスプリングを装着できるようにセンターシャーシの軸を細く加工するジグ。この加工でバネがスムーズに動くようになるぞ。削り込むんだのピンを軸の穴へ差し込み削っていきます。今回はサスペンションのバネにタルバネを使用するため削り込むんだ 4.25 を使用。これはシャーシ軸の根元だけを削る優れもの。この加工をするとストレスなくタルバネを装備できるようになります。というわけでこちらの作業もあっという間に終了。すべての軸がとてもきれいに加工することができました。バネをセットするとこんな感じになっています。ちなみに普通のバネ用の削り込むんだ 4.1 を使ってシャーシの軸を削ってみると、こちらは軸全体を削るので手作業でゆっくり削っていきます。軸の表面にオイルを塗るとなおいいと思います。手作業でもあっという間に終了。きれいに軸の加工をすることができました。バネをつけてみるとこんな感じで綺麗に装着することができました。今回使った彫り込むんだーと削り込むんだー、フライス板などの大掛かりな器具を使わずに早く、そしてとても簡単に作業することができました。私のように不歴難しいと思っている人にこそおすすめしたいジグだと思います。こちらのトモゾーンスチールインダストリーさんのジグは全商品愛知県名古屋市の福島屋さんで取り扱っているとのことなので、概要欄にリンクを記載しておきますね。とても簡単に作業ができるジグは本当に素晴らしいですね。ジグがあると簡単に不歴の車体を作ることができるので、他の改造により時間を割くことができますね。私もそろそろフロントの一軸アンカーに挑戦してみようと思っています。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。